今日のライフスタイルゲスト、この方です。細野晴臣さんです。この春、音楽の百科事典、スコラ、ボリューム5、幸宏高橋&晴臣細野セレクションズ、ドラムス&ベースを発売。8月8日には、夢の島公演のワールドハピネス2012イエローマジックオーケストラとして出演します。また先日ミッドタウンでの細野晴臣プロデュースのコンピレーションアルバムプロムナードファンタジーも発売しています。情報満載です。そう、ね、大したことないですよ。はい、前に一度細野さんに来ていただきましたけど、来ましたね。あの時ちょうどミッドタウン あのショッピングのところの BGM 担当するっていうことでしたよね。その前だったんだ。じゃあ1年やったんですよ。ですよね、あれからね。だから1年ちょっと経ったってこと、うん、そういうことだ、うん、ですね。あの、それでその音楽は自分の音楽じゃなくて全部人の音楽を選んで選曲して、うん、もちろん流してたわけですよね、うん、で今度それにインスピレーションを受けたコンピレーション、うん、そういうことですね。まとめて、うん、一枚に残しとこうっていうことで、うんうん、そういう選曲を1年間ずっと やっててね、いろいろとなんて言うんだろう、自分がやってる仕事に感化するっていうかね、うん、あ、かなりね考えることがいっぱいあったね、うん、つまりこういい加減に並べていい加減にやる仕事じゃないってことがまず分かった。あ結構まあ、大変だ。うん、なんかあの、うん、要するにこういう場所でね、うん、歩いてる人が聞いてるわけだけど、うんうん、僕のこう立場として、あのお客さんの立場としてね、僕も聞く方だから、あ、うん、あ、親と思って聞いちゃう音楽があっていいかどうかね考えちゃったわけ。あ、はい、うんうん、実際に自分が選曲したものを歩きながら聞きました。聞いた聞いた、何度か、あの2ヶ月に1回やるんですけど、うんうんうん、2ヶ月ごとに来ましたよ、必ずチェックしに。意外性もありました。うん、そうだね、主にね 40s 50s とか 60s ぐらいの古い音源をいっぱい並べたんですけど、うん、時々2000年代の音楽をね混ぜたりしてて、うんうん、それはあのエレクトロっぽいやつ、はいはいはい、それとの共通点っていうのがあって、並べても全然おかしくなかったっていう発見がありましたね、うんうんうん、今これお届けしてる音楽もプロムナードファンタジーの中から。そうです、ね、そうです、はい、アリキャットっていう曲お届けしてるんですが、これは今日からこの番組のテーマ曲に。本当です、はい、ありがたいね、なりました、はい、本当に、はい、気に入っていただけたのか。じゃあですね、お知らせの後は早速細野さんのコンピレーションアルバムから別のナンバー皆さんにお届けしたいと思います、はい、今日のお客様細野晴臣さんです。どうぞよろしくお願いいたします。TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。東京 FM 今夜のゲストは細野晴臣さんです。さて早速このプロムナードファンタジーの中から一曲まともに聞こうと思いますけれど、まともにね、はい、うん、あの喋らずに、うんうん、細野さんに選曲していただけますか。はい、ですね、じゃあニノロータの作曲で、フェリーニの映画の甘い生活からですね、はい、キャディラックという曲。TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。 細野晴臣、キャデラックでした。はい、もう聞いててすぐに分かる、うん、細野さんの世界。え、なんで本当にこれ全部の演奏が本人がやってるんでしょ。一人でやってんの、ね、なんで分かんない。あのね、すごい大昔になりますけどね、うん、あのイェンレーベルがあった時に、はいはい、あのフィルハーモニー作ってる時、あ、フィルハーモニー、あそこの小さなスタジオ、うん、LDK スタジオ、 LDK まだあるよ、うん、本当、うん、時々僕も一緒にあそこで仕事来ましたよね、手伝ってくれて、手伝ってましたからね、細野さんの音っていうのはその時からすごくね、やっぱりどっかこう、うん、体の奥深くに入ってるからね、長い付き合いだからね、今の聞いてるんですよ、うん、あ、懐かしいと思った。あ、そうか、うん、いや、さすがだね、打ち込みでやってるからこれ、はい、うん、ね、あまり最近打ち込みやってなかったんですか。全然やってなかったの。あ、仕方なく一人しかいなかったんで。そうかそうか。でもとってもなんか可愛らしい音、うん、いや、すごく懐かしい音がいっぱいある。あ、本当、オルガンの音なんかない、うん、何を思い出すのかな。ああ、一つ一つはすごい古い音を使ってんだけど、うんうん、全体的にはなんか打ち込みっぽくなってるけどね。はいはいはい、うん、でも曲は全部古い曲ですよね。全部古い、うん、もうね、新しい曲僕好きじゃないんだよね。
僕がね、知ってる曲は割と少なかったんですけどね。うんうんうん、でも、ほとんど多分ね、この辺の曲って今ラジオでかかったりなんてことはないでしょう。うん、僕のちっちゃい頃はね、毎日のようにかかってた曲なの。あ、やっぱり。例えば、ルロイ・アンダーソンっていう人がね、これはスウェーデン系の作曲家だけど、うんね、プリンク・プランク・プランクとか入ってますけど、うん、はい。テレビの最近ワイドショーによくかかってんの。あ、本当。多分ね、ミッドタウンの影響かもしれないけど。ああ。っていうか僕もラジオやっててそういうのばっかり流してるから、選曲家の人とかそういうの聞いてるわけだね、多分。なるほどね。雑誌を、編集者が他の雑誌を読むのと同じように、うん、そうそうそう。ラジオ番組を聞いてるのが選曲家だったり。だったりするんじゃないかなと。かもしれないね。思ってんだけどね。うん、だって割と多いですよ、今。うん、うん。ラジオでは少ないんだけどね。うん。うん、番組が始まる直前にね、うん、リズム&ブルーズの古い曲ばかりのコンピレーションを僕、ピーターに持ってきたんで、ね。はい。あ、いただきました。ありがとうございます。うん、これもね、見ると多分ね、40年代、50年代の曲が多いと思うんですけど、そう。その時代って、どっか特別好きな。特別だね。なんでだろうね。小澤さん自身もね、47年生まれですよね。そう戦後、2年後。かな、うんうん、だから誰でもね、大体みんな中学、高校ぐらいの、うん、自分が一番多感な時の音楽が好きなもんだと思うんですけど、うん、でも多分ね、それより以前の、本当にもう小さい時にね、うん、何気なく耳に入ってきた、かなり影響されてるよ。ですよね。うんうん、だ僕は3、4歳の頃ね、ブギウギ聴いてたんだよね。ああ。だから未だに どの曲だったのか、分かんなくてつい買っちゃうんだよね。ああそうか、探しちゃうの。うん、いやブギブギも面白いよな。面白い。もうまた最近いっぱい聞いてるんですけど。あ、うん、細野さんがインターネットで原田知世さんとの対談があってね、うん、はいはい、先日ちょっと目にしたんですけど、あ本当、うん、その中でね、うん、タクシーに乗ってるとそのタクシードライバーがねはい、はい、人生は60からだっつってその通りだよで、その当時は40代だったんですね。うん、その時はね、特に気に留めなかったんですか、うん、その言葉。それともいや、だから覚えてるくらいだから。気になった。気になってたんだろうね。その人ね、うん、なんか、脳のなんかこう、出血かなんかの病気で、うん、手術した後が後頭部に見えるわけ。はあ、で、復帰して運転手をやってるっていう。はあはあ、その人が運転しながらね、うん、後ろも振り向かずに、うん、人生は60からだよって言うからね重みがあるわけよねいきなり言ったの。いきなり、へえ、なんかこう天の声みたいに聞こえるじゃない、うん、で実際今実際僕もう人生60になって、うん、これからだと、うん、思う時もあるしもうダメだと思う時もあるしでも最近またベースをよく弾くでしょ。弾きますね。最近頼まれることも多いしね。うん、頼まれなければあまりやらなかった。弾かない。うん。ああ、そっか。普段は考えたことない。ベースは。うん。でも、ちょっと活動の感じが少し前と違う印象が少なくともあるんだけど、うん、60過ぎて自分の意識は何か変化ありました？ありますね。どういうふうに？なんだろうな、うまく言えないけど、ライブが好きになったのは自分でびっくりしてると。月に1回ぐらいやってるでしょ、会で。月に1回会でもう十何回やってますよ。うん。うん、1年以上になった。で、それがすごく楽しい。楽しい。うん。あと、この1年ぐらいずっとなんか夏になったライブやってたりね。うん。野外でよく自分のアルバムじゃなくて、カバーばっかりやってるんですよ、最近。ああ、ああ。いや、だからこのプロメナードファンタジーにしてもね、うん、過去の音楽を今の若い人たち、あるいはそんなに若くなくてもいいけど、うん、他の人たちに知らせてあげたいっていう気持ちはありますか？ある、ある。あるね。うん、多分ね、ボブ・ディランもそんなこと言ってたんだけど。ああ、いや、あの人のラジオ番組まさにそうですよね。でしょ？あの人のラジオ番組聞いて、うん、同じじゃんと思ったのね。うん、真似しないでと思ったの。ああいや、僕もね、自分がラジオでやるのと、やっぱどっか、うん、そうだよ、そうだもん、似てるんですけどね、うん、やっぱりね、こういう素晴らしい音楽があるんだから、知ってよっていう。でしょ、だからもうラジオやってんだよね。そんな感じですけど。わかるわかる。で、今日もいっぱい音楽。今日ね、いくつかね、はい、ちょっと細野さんに聞いていただきたいと思って、ね、60過ぎている人たちが、いまだにやっぱり現役でこんな素晴らしいレコードを作ってるんだっていうのは。最近、また増えてるよね。まずじゃあこれからいきましょう。分かっちゃうかも。ウィリー・ネルソン、
ピンポン。ベストパッキンママ、僕もやってるよ、これ。というのを聞いてこれ選んだんですけどね。うん、なるほど。うん、これウィリー・ネルソン被るんだよね。このウィリー・ネルソンの新作、カントリー・ミュージックっていうタイトルのアルバム。まだ聞いてないんだ、全部。ティボン・バーネットがプロデュースしていて。いい取り合わせだわ。とってもいいミュージシャン使ってるしね。うん、それで曲が全部ね、古い曲。みんな、なんでそうなってんの、今。ね。だから僕はさ、極東に住む、ただのアジア人じゃん。いやいや。でもアメリカの曲やってるわけじゃん。うんうん。本家のアメリカ人がやり出したら叶わないわけよ。気がついたら。で、最近気がついたんだなと思って。うん、自分がやっぱり日本人だから。うん、で、そしたらじゃあ自分がやるべきことはどっか別にあるってことですか？いや、葛藤してんだよね。ああ、そう。うん、何をやるべきかって。そう。だからいつも気持ちは、かつての新中軍周りのキャンプ周りのバンドみたいな気持ちが。はいはいはい。じゃあ次行きますね。ん？これは持ってるもん。やっぱりな。モーズ・アリスン。そうそう。ね。この人82歳ですよ。素晴らしいよ。このアルバム。最近年寄りのアルバム最高だね。82ですか ?82。これはジョン・ヘンリーがプロデュース。ジョン・ヘンリー、そうそう。ジョン・ヘンリー、年寄り好きだから。そう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 。なんつったっけ、フォークシンガー、ランブリング・ジャケリオットのアルバムを作ったり。素晴らしかったよ。古いブルーズばかりを歌わせて、うん、このモーズ・アリスンっていう人はもう50年代からずっと活動している、まあ、ピアニストで歌手で、昔からこんな感じだよね。ずっと。ずっとこうだよね。もうね、50年間ずっとこんな感じでやってるんだけど、うん、すごいね、こう、皮肉の効いた、面白い曲作る人。うん、まあ、今の本当は、マイ・ベイブっていうリズム&ブルーズの曲のメロディーを使って、マイ・ブレイン。で、自分が80代になって、自分の脳細胞が1日に1000いくつ、毎日なくなるっていうような、すごいね、こう。面白いね。ブラックユーモアの曲を作っちゃったわけ。うん、やっぱりこの年じゃないとできない音楽ってあるね。さて、もうちょっと、細野さんの年に近い人の曲をもう一つじゃあ行きましょう。お？クラクラするのなんだこれ。これは知らない。びっくりだね、これ。このメロディーは大体なんだ？これは細野さん自身が一緒にレコード作ったことがある人。え？久保田くんのこと？そうそうそう。ああ。これブルーエイジャー。ああ、そっか。の新しいレコードでね、これ、宮古島の音楽を。久保田誠。はい。今、すごい深いところに行ってますよ、彼は。久方ぶりにね、僕、彼のレコード、これで、うん、聞いたんですけど、うん、すっごく面白かった。でしょうね。これは素晴らしいね。うん。これはなんかもう、ほっとけないね、この音楽は。だから、細野さんも昔から割と遠いこういうところに、興味を持ってるでしょ。うん、久保田くんとは、なんて言うんだろう、つかず離れずみたいな関係ですよ、いつも。で、ずっと、米軍放送を聞きながら育って、アメリカの音楽が好きで、うんうんうん、で、ずっと自分も洋楽をやってきたんだけど、はい、今はやっぱり自分が日本人だって、さっきおっしゃってたからね、うんうん、もしかしたらね、この世界に興味を持つかなと思った。もちろん、基本的にはこの世界なんですけどね、いつでもここには戻れるんだけど、今実際に自分の新しいアルバム作っている最中、準備中なの。準備中か、この夏はそれに没頭しなきゃいけない、ね、ただもうね、カバーばっかり好きだから、ああ自分のオリジナルなんて興味ないんだよ。あ、本当そうか。本当はね、言っちゃいけないんだけど、アルバムのためにじゃあ作曲しないことにしました。まだ決めてない。いや、やっぱり作んなきゃいけなくて、ああで、カバーやっていいかって言ったら3割ならいいって言われたんで。言われたって誰かプロデューサーいるんですか？いや、まさか。会社の人だよね。あ、会社って言ったら自分のレーベルデイジーワールド持ってますけど、今度はね、メジャーと。レーベルズユナイテッドっていうなんか新しいの。そうです。元々の仲間の東君って人がね、作ったんですけど、その中の一つで、デイジーワールドも参加してるっていう、ユナイテッドなんですよね。いろんなところの。それは要するに、プロモーションの展開をもっとうまくやるために、いろんな形態があって、僕の場合はスピードスターと一緒にやるっていう
それぞれが違う自由な形態でやるっていうんで、うんうんうん、まあ、今回は僕はスピードスターで出すということで、うんうん、スピードスターのこう意見がね、あ3割となるほど。そういうのって初めて、ソロアルバムで、まあ、まあ初めてっていうか久しぶりって感じ。うーん、あ、何3割ってこと、要するにあの決定権を全部自分で持たないってこと。いや、そんなに強いことじゃないんだよ。僕も遠慮してんだよ。だから、あ、そう、全部カバーだったらやっぱり困るわけだよね。あ、困らないかもしれないけど、なんかこう、うん、あるじゃない、いろいろね、うん、まあ、ウィリー・ネルソンは1曲だけ自分の曲入れてたかな、今度のアルバム。あとは全部カバー。そうだった。それトレンドだよ今、カバーはね、うん、かもしれない。それはいつぐらい出来上がりの予定ですか。これが困った質問だな、これはな。秋には出したいと、うん、もう散々遅らせてっからまあまあ、まあ、ストレスかけないで楽しみにしています、うん、はい、このままエンディングまでお付き合いいただきます。今日のライフスタイルゲスト、はい、細野晴臣さんです。 Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。 6月の第3日曜日は何の日かご存知ですか。そう、あさって6月20日日曜日は父の日です。母の日に比べて忘れられがちなのが父の日ですが、でも今年はちょっと勇気を出してお父さんに感謝の気持ちを伝えてみませんか。東京ミッドタウンではあなたの気持ちが伝わるハートフルなギフトをたくさん取り揃えています。ファッションアイテムやインテリア、デザイングッズといった定番はもちろん、レストランの父の日限定メニューやフードショップの父の日ギフトパッケージ、あるいはリフレッシュサロンのギフト券などなど、お父さんの笑顔を引き出すアイテムがいっぱいです。また20日夜は芝生広場におよそ2000本のキャンドルを灯すキャンドルナイトも同時開催。ロマンチックな光に包まれながらお父さんと一緒にディナーなんていかがでしょう。ミッドタウンファーザーズデイは6月20日日曜日まで。詳しい情報はオフィシャルウェブ東京-midtown.com にアクセス。まずは東京ミッドタウンでキーワード検索してください。お父さんにありがとうと言えるめったにないチャンスです。東京ミッドタウンでお待ちしています。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンツ。The Lifestyle Museum。ある一人の人物に焦点を当てた聞くライフスタイルのミュージアム、ザ・ライフスタイルミュージアム。今日は雨の中、スタジオの前にもたくさん集まっていただいていますが、本当だ、みんな傘を差してありがとうございます、はい、ご苦労様です。細野さんのお話ポッドキャストでも聞いていただくことができます。ぜひお好きな時間に改めて聞いていただきたいなと思います。東京 FM のトップページから、番組のホームページライフスタイルミュージアムの方に入ってください。あとですね、7月には写真集も発売なんですね、YMO。ああ、はい、それは杉田正義さんの写真集ですね、はい、たまたま YMO がいっぱいあるっていうだけ、うん、いやいや、これはちょうどソリッドステートサバイバーの時だったり、ソリッドステートサバイバーの、ね、ジャケット写真も杉田さんが撮ってましたね。そうです、そうです。そうか、うん、あとピーターさんもコメントを、あ、なんかいろんな人たちがコメントを寄せてますね、うんうん、僕もちょっとしたコメントだけど、ありがとうございます。なんかでもジョン・セバスティアンが昔から細野さんのファンだっていうのは、うんうん、まあ、考えてみればそんな不思議なことじゃないんだけどね。逆だけどね、僕のがファンなんだからそっか、ラビンスプーンフルの時から、ね、うん、まあ、でもね、数年前に東京に来た時にジャックバンドフェスティバル、あ、そうだ、細野さんも参加しましたよね。参加しました。久しぶりに会って、親交を深めて、うん、面白かったです、うんうんうん、あ、そういえばちょうどたまたまだなんだけど、今朝、うん、あの番組でジョン・セバスティアンの J バンドの曲かけましたよ、うん、あ、本当に、ワンステップフォーワードって。あ、そう、うん、そうか、そうか、偶然ジョン・セバスチャンからもコメントが、うん、あとジム・ジャームシュだとかね、デイビッド・ボーイだとか、あと、はいはい、あと陽子さんね、小野陽子さん、あ、うん、そうだそうだ、うん、彼女のプラスティック・オノバンドのライブも随分やってたもんね、うん、そうなんです、最近なんか、ね、うん、ニューヨークまで行って行きましたよ。それでまだ終わってないんだけどね、まだこれからアイスランドにも行くかもしれない。 あのピースタワーを建てたもんね、うん、あの中ででライブやるっていう、よくわかんないんだけど、呼ばれて噴火が終わればっていう感じ。噴火はね、あっても行くんじゃないの、わかんないけど、船でいやどうなんだかね、あんまり考えたくないんで。そう、あ、でもそれ面白そうだね、うん、また豪華、オールスターメンバーで、それも全然知らないです、わかる、うん、その時になってみないと、うん、
あの写真集の方もぜひ見てください。ぜひぜひ。イエローマジックオーケストラ×スキタというね、はい、あのタイトルになっております、はい、7月発売予定です。はい、はい、最後までごめんなさい、ちょっと脱線しましたね。ありがとうございます、はい、今日は2度目の細野晴臣さんでした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お相手はピーター・バラカンと東京 FM 村田睦美でした。 Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum